どうも、旅に生きるアラサー夫婦の久保旅です。離島が大好きな私たち、今回で3回目の宮古島に行ってきました。宮古島って周りにいくつか小さい島があって、その島と宮古島が橋でつながってるんです。だからレンタカーでいろんな島巡りもできて好きなんですよね。今回の宮古島旅では4泊5日でギュギュッと観光してきたので、実際に行ってよかったスポットを6つ紹介します。今回紹介しきれなかったカップルで入れるジャングルみたいな巨大温泉とか、透き通る海の上を進む天国船ツアーとかは今後ね、動画で詳しくレポしていきます。なのでぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。では早速行ってみましょう。着きましたよ、まなみさん。ブルーシールアイスクリーム。ここずっと来たかったんだよね。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いって、あのこの店のことね。わかってるよ。めっちゃ可愛くない？ね。すごい。幼い頃に描いた夢の世界みたいな。あるよね、こういうの。ね、お菓子の城っていうか、アイスの城。夢が具現化された。何頼む？どうしようか、なんかめっちゃ種類あって迷うね。決めらんない。なんか30分ぐらい悩める気がする。もうじゃあ俺頼むわ。フローズンシェイクの M で、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ベジーモです、はい、こちらラシオチーズパンとロイヤルミルクティー。ありがとうございます。何味？ブルーウェーブ、うん、一番人気だって。ブルーウェーブ味、つぶつぶ入ってる。パイナップルかな。本当にパイナップル？パイナップルな気がする。砂糖菓子みたいなやつじゃない？ラムネだよ、ラムネ。え、パイナップルだよ。ラムネだよ。え、嘘だ。お店の人に聞いてくるわ、この真相は。聞いてきたよ。どうだった？ラムネとパイナップルだった。まさかのダブルだった。お互いラムネ部分を食べた人とパイナップル部分を食べた人で、紅芋。めっちゃ芋。すごい芋感すごい。店内は本当どこを見ても可愛くて、もう360度フォトスポットって感じでした。言うならばアイスのテーマパークですね。日中は結構混み合うので、写真撮りたい人は朝一で行くのがおすすめです。って何やってるんでしょうね。なんか始まりましたね。おお、ヤギだ。こんにちは。ヤギに出迎えられてやってきたのはシースカイ博愛っていう観光船です。宮古島の繁華街からだいたい車で20分くらい走ったところにあります。綺麗。おお、なんかミルキーだね。でね、この船すごいのが、服を濡らさずに海の中に潜れるんです。船に座りながら海底探検できるってよくない？いよいよ出港だね。ねえ、楽しみ。ってことで、この船に乗って行ってきます。ヨーロッパの古城みたい。沖の方に船が到着したら階段を降りて、船の下にある展望室に行きます。見て、めちゃめちゃ幻想的じゃない？両サイドには水深25メートルの世界が広がってて、座りながら海の中を覗けるんですよ。魚たちが優雅に泳いでて、
っていうかもはや一緒に泳いでるみたいでテンション上がる。しかもね、サンゴがこんなに間近で見られるんです。一時期私たち本気でスキューバーダイビングのライセンス取ろうとしてたんですけど、免許なしでこんなはっきり海底見られるってほんとすごい。しかも服を濡らさずに。でもいつかはやっぱり本格的なスキューバーダイビングやってみたいな。あとですね、なんとこの船、運が良ければウミガメが見られるらしいんですよ。これは絶対見たい。でもね、こっちには運が悪いことで有名な私がいるのでね、果たして見られるんですかね。この展望室に来てからずっとウミガメ探してたんですけど、見つからないままもうそろそろ船旅も終わりと諦めかけたところに、見えました？見えましたか？ちょっともう一回スローで見てみましょう。一瞬だったんですけど、念願のウミガメ見られました。やった。最後は船のデッキに上がってローニンアジに餌やりタイムです。これびっくりしたんだけど、餌の食べ方ダイナミックすぎない？毎回こんな躍動感ある食べ方してたら摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多そう。そんなこのローニンアジ、アジの中でもかなり大きくて鳥を食べることもあるらしいです。恐ろしい。とこんな感じで約45分間の船旅でした。この船そんな大きくなくて席に限りがあるから事前に予約していくのがおすすめです。予約は公式ホームページからできました。基本的には年中無休なんですけど、天候によっては運航できない場合があるので、心配な時は事前に問い合わせてみてください。宮古島で泊まったホテルの中でも特にお気に入りのホテルを紹介します。すごいね、迎えに来てくれるのね。えすごい。まるでギリシャのサントリーニ島に来たみたいなホテル。白の空間が素敵なんですよ。ザ・リゾートって感じで高まりますね。ウェルカムドリンクは目の前で絞ってくれる 100% のオレンジジュースでした。ございます。でね、敷地の中にはビラが並んでて雰囲気も最高です。客室はビラタイプとホテルタイプがあるんですけど、今回はビラタイプに泊まりました。というわけでこちらが本日の私たちのお城です。リビングの奥のカーテンを開けるとプライベートプールが登場。このティファニーブルーっていうのかなのリビングも可愛いし、プールを二人占めできるっていうのが贅沢ですね。個人的にはビラの中にあるから誰にも見られずに遊べるっていうのが嬉しい。洗面所もお風呂場もとっても広くてアメニティも揃ってました。しかもさ、このビラまだまだすごいのよ。玄関の横には階段があって、これを登って2階のテラスに行くと、これまたプライベートジャグジーがあるの。しかも景色がまた最高で、目の前には青い海とイラブ大橋。この景色を見ながらのんびりジャグジーに入ってって、マジで時間が溶けていきます。せっかく宮古島に来たならとことんリゾートを満喫したいって人におすすめです。あるんだって。マジですか？その浮きはどうしたの？レンタルしてきた。いつの間に。無料で、無料でレンタルできるの。おお。いいよね。ええー、なー。何これ？こんな入ってくの？ジブリ感。すごい、ジブリみたい。わあ、早い。今この俺の足元。足元がこんなのなのに先行きやがって。カメラマン泣かせだね。すごい。おお、ええやん、ええやん。プライベートビーチ。おお、すごい。浮き輪がケツで止まってる。止まってないわ。足で止めてんのよ。ケツに引っかかって止まってる。ケツでかくてよかった。いやー、いいなー。なんでお互い回ってんの？やめてくれ。カメラマンなんかさ、やめてくれ。ちゃんと撮ってる。撮
撮ってるけどやめてくれ。なんかホテルでさ、オープンカー借りられるらしいからさ、オープンカー借りてドライブ行かない？どこまえやるね。まあね、ちょっと借りといたからオープンカーでドライブしようぜ。あざっす。私運転しないけど。え、結局俺かよ。そうだよ。おお、すごい。すごい。おお、出発。あ、人生初オープンカーですよ。初なんだ。初でしょ。初じゃないの？初でしょ。初でしょ。とても運転しづらいです。あ、ワイパーが動いた。ワイパーが動いた。あ、間違えた。ワイパーが。これすごい、慣れるまで時間かかるぞ。ね、ほんとそうよな。いいですね。あ、風気持ちいい。これ最高じゃん。だってもうほら、上がもうオープンだよ、青い空。わー、わー、めっちゃいい景色。よかった、助手席堪能して。もう海の上走ってるんだよ、すごいね。すごいね。楽しめてますか？楽しめてきた。やっぱさ、なんか旅行って特別な、うんうん、あの体験したいじゃん、うん、少しでもさ、リッチな気分になれる、うん、まさにこれだよね。だってね、人生でさ、BMW のオープンカーに乗ることなんてあると思わなかったの。オープンカーでドライブ、すごいわ。記念日デートにぴったりだね。ね、実は今日、まなみの誕生日から1ヶ月記念だから、ね、いいじゃん、毎月やろうよ。あなたのお小遣いでお願いします。セルフで祝う感じ。そう。結構運転がむずい。私絶対運転できる気しないんだけど。せやろ。満場一致。あなたが運転できる気しない。私もしない。したとしてももうジェットコースターっていうか、ガッコン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 。ちょっとスリル楽しみたい時には任せて。うん、ない。砂山ビーチ、宮古島随一の夕日スポット。おお、出てきた出てきた。はい、閉まりました。というわけで、慣れないオープンカーでやってきたのは砂山ビーチです。宮古島の繁華街から車で10分しないくらいのところにあります。こちらです。ジャングルだ、ジャングル、ジャングル。私砂山ビーチのベテランだから。何回目？2回目。2回からもうベテランなんだね。もう2回からベテラン。ついてきな。おお、結構ね、そう、行くまでの道もジャングル感あるんだよね。ありがとうございます、ガイドさん。ガイドさん、この木は何ですか？この木は木です。木か。このガイドダメだな。でね、結構歩きにくい道を通って海に行くので、歩きやすい靴を履いてきた方がいいと思います。砂の上をね、歩いてきますね。砂の山があるんですか？わ、もう海見えてきた。あ、ドラえもんがこっち、めっちゃ目合うわ、ドラえもんと。失礼な。違うわ。失礼な。あ、綺麗。あなたの海だとか綺麗って言葉あるじゃん。うん。それと同時に俺の息切れめっちゃ拾っていくから。ねえ、やめて。久保旅が疲労チャンネルになっちゃう。ASMR。 息の ASMR。 需要どこ。ねえ、ここ2年前も来たの覚えてる？もちろんジャマイカ。絶対覚えてないでしょ。その反応。2年前はさ、すっごい綺麗に夕日見れたけどさ、あ、今日どうだろう、見れるかな。曇ってるね。微妙だよね。いや、見れなそう。ってことで、じゃあ、うん、2年前の夕日を皆さんご覧ください。ご覧ください。いやー、綺麗な夕日ですね。こんな夕日が見れるなんて素晴らしい。
いやー、ほんと来てよかったわ。宮古島随一の夕日って言われてるもんね。そうだね。いやー、わざわざ足を運ぶ価値ありますね。ありますね。こんくらいで大丈夫かな。よし、現実に戻ろう。のんびり落ち着くね。ねえ、波の音って聞いたら寝ちゃうよね。睡眠 BGM だね。あ、どうしよう、次の場面で気づいたら朝だったら。夜通り越して、通り越して。俺はホテルで寝るわ。なんだと。住めば都だから、ここも寝ればホテルっぽくなるかもしれん。都と都かけたの今。めっちゃ綺麗じゃん今日。あ、やばいな、やばいな。カメラマン頑張って。これはやばいな。あ、すごい、上陸、クリマ島に突入。ナビなしでここまでたどり着けるすごいな。宮古島は常連ベテランですから。一時期住んでたからね。確かに1ヶ月ぐらいね。宮古島大好き芸人やってっからね。到着。今日の景色はどうだろうな。ねえ、綺麗だといいな。いや、これは綺麗でしょう。晴れたもんね。めちゃめちゃ楽しみなんだけど。ねえ。あ、めっちゃ綺麗。ちょっと海がチラ見してるけど、上から見よう、上から。やばいやばい。大丈夫、息切れしてない？めっちゃ辛そうだけど。エレベーターが欲しい。到着。ああ、綺麗。綺麗。ああ、いいね、いいね。この竜宮城展望台からの眺め、私たち夫婦が宮古島で一番好きな景色かもしれないです。なんだろう、あのドッジボールコートみたいなやつ。前来た時なかったよね。ね、海中ドッジするのかな。海中ドッジすぐボール流されてきそうだけど。てかバウンドできないよね多分。ビーチバレーの進化版。奥に見えるのが与那覇前浜ビーチだね。あれが東洋一美しいと噂の与那覇前浜ビーチですか。そう、与那覇前浜ビーチ。ただ痛いだけじゃん。前に行ったね。前行った時の写真あるかな。過去の映像に頼りすぎじゃない。だってずっとさ、うん、宮古島旅してた時もあったんだからさ、うん、その綺麗な時の画像をみんなにお届けしたいじゃん。確かに、素材だけは豊富だからね。どうぞ、こちらです。まなみさん、はい、ここさ、なんか下にめっちゃいいポートスポットあったよね。そっち行こう。海岸の方。そう、じゃあワープしますか。はい。さっきあなたワープしたんだった。ワープした。そうだよ。ワープしたはずが今カメラを持たされていますね。まなみさん、こっちこっちこっち来て。はい、右。こういい感じに使って。お、いいね。はい、いい映像撮れました。誰に手振ってんの。宮古島の海洋生物たち。お知り合い。お知り合い。あなたはすぐ食べようとするからみんな逃げるでしょ。逆にね。海の青が濃くて本当に綺麗で、ここからシャッターを押せば絶対に誰でもいい写真が撮れます。テラスいいね。ね、めっちゃいい。ここもいいのかな。そこにするか。ね。いい席だね。設計や。でね、私たちは今回テラス席にしたんですが、室内でのんびり海を眺めたいって人はカフェの2階席がおすすめです。ランチのメニューここだって。
トムヤム宮古まぜそばとかやば。台風ココナッツカレー好きじゃん。大好き。でハンバーグランチでチーズトッピングできるの絶対好きじゃん。大好き。チーズダブルぐらいにしたい。トムヤム宮古まぜそばはもうトムヤム大好きじゃん。大好き。でタコライスもチーズ乗ってて大好きじゃん。大好き。パーフェクトだね。私のために作られたお店みたい。じゃあ私はトムヤム宮古まぜそばにするから、またリガニのココナッツカレー食べなよ。はい。ラフテー丼一つと、あとトムヤム宮古まぜそば一つで、パクチー追加でお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい特大ジョッキにしちゃった。あなたがもっとちっちゃく見える顔面サイズ。乾杯。うん、まちゃんと景色見ながら飲みなよ。つまみみたいな感じで景色つまむね。しみしみ。そばが宮古そばの麺なんだね。美味しいやつじゃん。ねえ、美味しそう。極太ストレート。思った。すごいパクチー盛りだくさんだし、干しエビもいっぱい入ってるし。やっぱしっかりトムヤムでめっちゃ美味しい。この間はトムヤムのカップラーメン食べてて、宮古島ではトムヤム宮古まぜそば食べて。トムヤム味見つけたら食べないと気が済まないから。とこんな感じで宮古島を愛してやまない久保旅夫婦が送る宮古島のおすすめスポット6選でした。